極真の精神の中に今も生き続けている大山増達総裁の教え、己の強さに満足せずさらなる精進を重ね頂点を目指す。今その教えを受け継ぐ若獅子たちが新たな歴史に名を刻む。大会は3部門に分かれて行われた。まずは無差別での初開催となったシニア。中国、オーストラリアなど多くの海外勢が全日本のタイトルを狙い参戦してきたレディース。打倒連合会サンバガラスを目指し最強の選手たちが集結した一般男子。なお今大会ではレディースの上位6名と一般男子上位8名に2009年連合会として初めて行う第1回空手ワールドカップへの出場権が与えられる。宣戦、我々選手一同は武道空手道精神にのっとり正々堂々戦うことをここに誓います。果たして日本一の称号を手にするのは誰なのか。正拳突き、膝蹴り、後ろ回し蹴りなど主な決まり手はご覧の通り。主な反則技は手による顔面攻撃、頭突き、背後からの攻撃、掴んでの攻撃、倒れた相手への攻撃など。なお勝敗は一本勝ち、判定勝ち、相手の反則、失格により決定される。注目は過去に世界大会、全日本大会と無差別4連覇の実績を持つ島尻正明。一撃 KO の必殺技を持つ世界3位の実力の持ち主寺浦和俊。今年に入り世界大会全日本ウェイト制を制した高潔拓磨の連合会サンバガラス。しかし世界大会の後は荒れると言われる全日本だけに新チャンピオン誕生にも期待がかかる。Let's go!
Oh!